福宇検作観音像と、つて、日光菩薩像、つて、月光菩薩像。日光、月光像は2011年に、東大寺ミュージアムに移動。東大寺福宇検作観音立像は、奈良県奈良市の東大寺北家堂にある、福宇検作観音像で、東北家堂の本尊である。奈良時代を代表する、脱活関室作りの仏像として、 1952年3月に国宝に指定された。頭上の宝冠は約1万千個に及ぶ翡翠などの玉類で飾られている。福空検索新編新言を30巻が8世紀初頭の塔で簡約され、信仰が始まる。法のごとく福空検索館ゼ音菩薩を図隠す。大事在天のごとし、首に宝冠をいただき、冠に化け阿弥陀仏あり。 鹿川衣をかぶり、尻尾の衣服、玉、洋、勘駆しろ、主事消滅し、器杖を修事す。腹空検索新編新言鏡を巻き、第一、政治は、常用漢字に改めた。検索は、漁量の網で、獲物を漏らさないことが、主情を漏らさず救済する意味に転ずる。無病を即災、財産死後などの二十種類に上る利益があると伝わり、 その利益は十一面観音に倍増するという。腹空検索観音は変化観音の中では十一面観音に次いで成立したものとされる。一面四匹、三面六匹、十面十八匹などに現れるが日本では一面八匹が多い。これは大事在典からの援用とされる。日本では八世紀頃から増像が始まったが国の乱れている時期に この観音に祈れば平和になると言い,い、神保国家が重要視された奈良時代に、その信仰が流行した。北家道以外では、幸福寺南遠道、広高寺、関禅恩寺等の像があるが、天平木像像の本像は現存最古の作例である。北家道内陣中央に八角二重の木団が設けられ、そこに、福雨県作、観音立像が安置される。 鹿川観音とも呼ばれる。造庫は362センチメートル、脱活観室作り、頭髪は群青彩り、前面は湿白仕上げで金色を帯、三番八肘、頭上には銀星の包冠をいただいている。眉間には白号として水晶がはめ込まれ、額にある三番目の目は縦に開く。目鼻立ちは金星が取れていて、 威厳ある表情を作り上げている。立像の表情について、しばしば沈鬱、陰りがあるとの形容が見られるが、田中義教は、むしろ道内の薄暗い雰囲気や、金箔の剥落の具合によって、醸し出されたものではないであろうかと記述している。八本の腕のうち、二手は、余願意を結び、強然で合掌する左右の手の間に、水晶の宝手を潜ませている。 その他の四手は、検索、蓮華、釈尺などの持ち物を取る。エリアスシエは、本像を脱活間室作りとしては、現損する最古の脱活間室像とみなすが、金森従うは、本像より造工が勝る点、及び肉付けが平凡な点から、北家道本店、大尺天料像の方が古いとする。内部は一本の真偽が、像の頭頂部まで達し、 体制を支えているものと推定される。左肩からは鹿側を表現した、間質性の衣が肘にかかり、右肩口からは間質性の転移が追加している。鹿側と転移は異なる材質を表現しようとする工夫が見られ、像に着せるように装着される。胸飾りと洋楽も間質性である。後輩は連便型で多数の光状を備え、放射状の光を表現する。 この後輩は本来あるべき位置より下方に取り付けられているが他に類例のない一生である。詳細印文書の記載によれば747年に後輩の台座制作に関する記録があり、その時期に後輩の台座が制作されたと推定される。保存状態は良好で後輩、像とも破損した部分は少ない。ただし常実のように、 後輩を下げて取り付けられているほか、右腕から追加する転移や持ち物の一部などが候補である。制作年代について、焦燥院文書などから749年を下らないとされるが、2011年、奈良文化財研究所の光、谷匠が年輪年代調査で、ホッケ道の部材を調べたところ、趣味団が729年、内視730年、 屋根を支える部材が730年、内史731年との結果が得られた。1134年にまとめられた、東大寺洋六には、検索院、天平五年祭祀有根流なり、両弁相乗安置服検索観音菩薩像、絶相乗本尊なり。と、733年に、北家堂が建てられ、本尊が安置されたとあるが、洋六は、 後世の編纂ということもあり、その記述を疑問視する声もあった。しかし、年輪年代測定の結果により、洋炉の記述が現実味を帯びることとなった。作者について、田中秀道は、洋式などから、国中連行マロとする。それに対して、根立健介は、焦燥印文書などから、コウマロは制作者でなく、管理であるとする。浅井和春は、 様式を最優先して作者を定める田中の手法を独断と呼べるとする。辻信夫は田中論への反論に対し強引な論旨に反発も強いが古代彫刻における作者の個性の問題に一石を投じかけるものだろうとまとめる。像の制作発端として東大寺ビルシャナフツ根流に対する障害を抑え込むために強い呪力を持つ 福検作観音を造留したという説や、藤原広次の乱の平定祈願のためという浅い、和春の説がある。福検作観音像頭部図上にある宝冠は、銀星と金で、高さは88センチメートルあり、ガラス玉、翡翠、琥珀、真珠、水晶などの奇跡で称号されている。重さは約11キログラムあり、冠の正面中央には、 銀製の弥陀如来化物をつけ、そこから光状が広がっている。全体がカゴを組んだように見える形状であり、カゴ組式宝冠と表現される。周囲を銀の板と銀金具で飾っている。この冠は、その豪華さから世界三大宝冠の一つに数えられている。1900年、ホッケ道内に矢倉を組んで熟卵したところ、26.700個の 玉類があると数えられたが、2012から13年に像から外された宝冠を撮影調査したところ、現存数1万千個弱とされた。坂詰周一は宝冠について、それに過敏な装飾を施すという例は他にありませんと発言した。森光一も金の冠や近藤の冠は朝鮮半島南部と日本の古墳から発見されているが、 日本の古墳から見つかる冠には玉をぶら下げる例は見られないとした。逆に、白木や茅野の古墳から出る支配者層の冠には多くのま玉をぶら下げている。日本の古墳に翡翠が服装されなくなった時期に、腹右検索、観音像の宝冠が登場してきている。坂爪は宝冠に飾られた、翡翠製ま玉は全て伝製品と考え、 個人で、まがとまが必要なくなったのではないかと述べた。坂爪は、古来から、この件についての解釈がいろいろあることを紹介し、彼自身の考えとして、東大寺の大仏を造立した、聖武天皇と、光明皇后の力が大きいと述べている。坂爪は、立像についても、白木の影響を受けている、点を指摘し、李院正は、法官の写真を見た上で、 白木の系統と発言した。日本では縄文時代前期紅葉から翡翠の利用が始まり、やがて遺新材として尊ばれるようになった。しかし、原産地である糸井川では古墳時代に翡翠製のまがたま作りが終了した。この法官は日本での最後の翡翠使用例となる。この法官は1937年2月12日に盗難被害にあった。 盗まれたのは宝冠そのものではなく、中心にある銀製の化物と一部の宝玉だった。東大寺側は、しばらくの間盗難被害に気づかず、事件が発覚したのは、同年3月7日になってからであった。発覚した3月7日は、修士会の行法期間であった。翌3月8日に、奈良県警立会の下で、飛び職の助けを借りて立像から宝冠を取り外し、 被害状況を調査することになった。調査自体は3月9日に行われ、盗難届の提出は3月10日のことであった。同年3月11日の大阪毎日新聞は、奈良3月同の会、国宝本尊、法官の阿弥陀像を盗まるという見出しで事件を報じた。大阪朝日新聞も事件を同じく大きく報じた。3月15日に、 修辞会の行法が終わり、同月19日には事件に関する東大寺タッチの住職会議が開かれた。その後事件は膠着状態に陥った。発生後半年ほど経過した11月7日に鳥居と名乗る人物から東南宝物の所在を知っているという手紙が届いた。鳥居は返還の労を取るという名目で当時の金額で500円の謝礼を求め、 手付金として100円を要求してきた。鳥居は大阪市北区に住む土の江という男の偽名であった。当時東大寺の書務室辞を務めていた筒井秀俊氏は1月14日に東京に行き、棒を伴って16日の朝に東大寺へ戻った。筒井には刑事課長の尾行がついていて、棒は17日に逮捕された。しかし取り調べの結果、 5は、宝冠盗難事件に乗じて、詐欺を計画したことが分かり、事件の解決には繋がらなかった。次に、動きがあったのは、1941年夏のことで、あった。その年の8月10日、ホッケ堂の前にある池の中から盗まれた化物に似た仏像が見つかった。調査の結果、この仏像は、アンチモニー製の量産品であり、 近畿や九州に広く流通したものと判明した。その後、東品の行方はなかなか分からず、事故が迫りつつあった。事件が展開したのは、1943年8月に入ってからである。政治家の玉清美のもとに、東品の一部が持ち込まれた。伝ンマンは、東大寺の館長と親しかったため、これが、盗難にあった宝館の一部ではないかと察して、東大寺に連絡を取り、 警察とも連携して、犯人の逮捕と盗品の回収に成功した。多んのところに盗品を持ち込んだのは、泉大津市に住む兵という男だった。デンマンは、兵に対して、今年は、ロシアの仏後発願1200年だから、盗品を、東大寺に収めるように説得し、兵もそれに応じた。9月14日、兵は多んの自宅で化物を、東大寺の清水艦長に見せ、 清水もそれが、け物に間違いないと確認した。翌日つついは兵を伴って、大阪電気軌道の上6駅から電車に乗った。二人が電車に乗ったところを見計らい、尾行の刑事が、車中の臨検を始めた。臨検は闇米を持っている乗客が多かったために、難航したが、生駒トンネルの中で兵の尋問に成功した。刑事が兵のカバンの中身を質問したところ、 兵も筒井も答えることができなかったため、刑事は二人を生駒駅で下車させてそのまま生駒警察署に連行した。兵は当日夜10時頃、犯行について自供した。兵は盗品を未完箱にしまい、自宅の押入れに隠し続けていた。ところが、事件解決の年の夏に、兵の妻が盗品の隠してある押入れの前で、しんどい、しんどいと言いながら横になって、 そのまま死亡した。兵はこの事態を目の当たりにして仏鉢が恐ろしくなり、盗品を返そうと思ったという。兵の供述により、事件の全貌が判明した。兵は1937年2月14日に、日野とという男から盗品を手に入れた。兵から、ホッケ堂の盗品があるので裁いてほしいと依頼され。 これを、人儲けの後期と考えた兵は買取を条件として預かることにした。ただし、主犯は、帝ではなく、孔という男だった。孔は1937年2月12日、共犯となった老いのうつと共に午後7時頃ならに、赴いた。深夜になると二人は、小雨の降る中を、北家道に向かい、午後11時頃に、現場に着いた。つが見張りに立ち、 孔が北家道に侵入して、法官を摂取した。二人は翌日早朝大阪に戻り、それから日の戸に、盗品の処分を依頼した。事件解決の際、主犯の孔はすでに死去していた。死去は、事件発生の年の10月頃で、犯行の後に、別件で、逮捕されて、神戸刑務所に服役していたが、長結核に罹患し、仮出国後間もなくの時期であった。 共犯のオツは、広島の西部第七部隊に入隊していたが、軍法会議にかけられて、懲役刑を受けた。帝は、懲役4年、罰金500円、兵は、懲役2年、罰金300円の判決を受けた。法官の修理は、1947年から始まった。この年6月に、東京国立博物館に帰宅され、1949年1月から、 作業が開始された。同年7月頃に完成を見た法官が東大寺への帰還を果たしたのは、1950年10月26日になってからであった。法官は1952年8月2日から24日まで、日本橋高島屋を会場として行われた大仏海岸1200年記念東大寺名宝展に貸し出され、 その後1 5年ぶりに、福建作、観音像の頭上に戻されている。金子良運は、福建作、観音の作例について、現存する作例では、絵画彫刻ともに三目十一面八肘に優れたものが多いと指摘している。金子は、その代表として、東大寺の福建作、観音立像を取り上げた。そして、この立像は、天平記に作られた。 仏像彫刻の代表的存在として高い評価を受けている。像だけではなく、宝冠や化仏後輩や趣味団の降覧なども美術史上において重要な存在である。この立像は、合唱する両腕の力強さや頭部に見られる引き締まった表現などが、像像時期である天平世紀の造形的な理想をよく表現している。顔形は力強さと、 美しさを合わせ持ち、亀井昭一郎は、柔軟の相棒と表現した。亀井のこの表現に対して、町田孝一は、像の履歴心表情や口元の緊張感などから、一思的な顔と表している。宝冠については、火炎防止などは、広大の補修であるが、金属部分の大半に高価な銀を使用し、さらに真珠や翡翠、メノウなどの宝玉を多数使用して制作された、宝冠は、 立像の頭上で常時高い位置に据えられていることを考慮の上で念入りな称号がなされている。唐草模様が透かし彫りにされた銀金具の精緻さなどは天平機の工芸技術の高さを明確に示している。坂田宗彦は法官について仏教公伝後約200年を経て成熟した天平美術の域を直接的に示す貴重な遺品であると述べる。 金子は、宝冠の装飾について、工芸技術の高水準を認めつつ、むしろ、福雨検索、観音だら二次在王寿教、巻上上就画像等方に記されている、福雨検索、観音の称号を忠実に表現した結果と見るべきで、あると指摘した。福雨検索、観音、福雨ザ雑観音、福雨剣者、区観音などの読みがあるが、本校では、 国宝大辞典に彫刻 P84 によった人々の願いに応えて恵みを与える印象。より孫引き、菩薩や天神が肩から垂らしている薄物の細長い布を刺す。ありがとうございます。